留学前の悩みはやっぱり留学っていうのは初めてだったので、金銭的な面も、まあ、一人で海外旅行はあったんですけど、一人で行くのは初めてだったので、治安的な問題とかが一番心配でした。最初に相談したのはバンクーバーに留学するっていうことだったので、それについて調べてたら、ちょうどその同じホームページにニューヨーク留学センターの話も書いてあったので、ここならまあうまく連携してバンクーバーからニューヨークっていう留学できるんじゃないかと思って決めました。そうですね、今回、まあ、年末年始に行ったんですけど、来て早々風邪をひいてしまって、まあ、でもその元々のオリエンテーションの日もずれてしまったんですけど、その対応もすごい早くしていただいたので、そう手伝いました。ニューヨークは聞いてみて、最初はあんまり住みたくないなと思ったんですけど、いろいろ見てたら、まあ、いろいろな場所があるので、回っていくうちにどんどん好きになっていって、魅力がとても感じてました。まあ留学ってニューヨークだけじゃないと思うんですけど、ニューヨークはいろんな国籍の人がいますし、まあ、観光もできるし、英語も話せるようになっていくと思うので、ニューヨークは他の都市に比べて僕が一番好きな都市なので、皆さんはこれでいいと思います。